今年のの名目の経済成長率、GDP、成長長率率 GDP は4.4%ですでこれ見ていただくと分かるんですが、去年の実績は71.1兆円で、32年ぶりの4.4%成長するのになぜか税収が減る。これ、冷静に考えるとおかしくないですか。これはしっかりですね、総理、あの検証とです、ね、チェックを常にやってもらいたいと。 これはもうあの、岸田内閣の経済政策の根幹に関わる話ですから。